日南海岸が見える絶好のロケーション、日南市入井の国道220号線沿いにあるシャンシャンジェヨは、週末となると多くの観光客でにぎわっています。1996年11月にオープンし、名物となるメニューを作りたいとの思いから登場したのが究極の大きなエビフライ。長さはおよそ30センチ、重さは2匹で400グラムほどあり、食べ応えがあります。フォークとナイフで切り分けて、自家製タルタルソースのまろやかな酸味がエビの味を一層引き立ててくれます。チキンとエビを両方食べたい方におすすめなのがコンビ南蛮。そして海に近いことで人気なのが海鮮丼。ウニやイカ、生エビ、旬の青魚など、季節によって旬の味覚を楽しめる海鮮丼です。実際に召し上がった方は、美味しかった。あのお魚も厚みがあってね、たくさん乗ってて美味しかったです。はい、僕です。ありがとうございます。いや、すごいプリプリで、もう大満足です。ボリュームがものすごくてプリプリで美味しかったです。頭まで食べたいくらいそして自家製の黒ニンニクも密かに人気を集めています。ニンニクは宮崎県産を中心に使い、およそ40日かけて丹念に作っているそうです。黒ニンニクはホームページからも購入が可能です。お店へのアクセスは JR 日南線入井駅から日南方面へ車で2分のところにあります。次回のぐる旅をお楽しみに。